ビクター・ウォンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、サンフランシスコ出身の俳優。サンフランシスコのチャイナタウンに生まれる。カリフォルニア大学バークレー校でジャーナリズムを学んだ。あと、シカゴ大学で進学を、サンフランシスコアートインスティチュートで、マークロスコに支持し、パフォーマンスアートを学ぶ。サンフランシスコのテレビ局でニュースキャスターとなるが、 俳優を志し舞台からそのキャリアをスタートさせた。舞台活動では、地元のアジア系の劇団を経て、ニューヨークの舞台などへも出演。1980年、地元サンフランシスコにおいて、アジア系演劇集団のアジアンアメリカンシアター、カンパニーによる演目、ペーパーエンジェルスなどへの出演で成功を収めた後に、1985年に、ウェインワン監督の ティムサム、エイリトルビットオブハートでは主役に抜擢。同作品は1986年の英国アカデミー賞、外国映画部門にノミネートされ、ウォン自身もこの作品への主演を機に、コメディアンとして人気が絶頂だったエディマーフィ主演のゴールデンチャイルドに出演したほか、ジョン・カーペンター監督のゴーストハンターズやベルナルド・ベルトルッチ監督の歴史映画、 ラストエンペラーなど数々の話題作へ出演している。1997年には、セブンイヤーズ・イン・チベットで、ブラッド・ピットとも共演した。二度に及ぶ脳梗塞により、俳優業を1998年に引退。2001年9月12日、心不全で亡くなった。ゴンはそれまで何度か発作を起こしていたが、911、テロの直後、 ニューヨークに住む二人の息子を気遣い、二日の間、眠らずにニュースを見ていたことが一つの要因となったのではと言われている。ありがとうございます。